はい、えー、どうも、吉谷です。今回ですね、商品を購入していただいた方から、えー、お問い合わせいただいたので、えー、回答していきたいと思います。えー、今回、えー、t v 投資について質問させてください、えー。トップバズで稼いでブックメーカーで増やすということですが、トップバズの入金は翌月の15日以降になるのですが、教材が届いて2月以来トップバズが始めて、その入金が3月の15日以降になるのですが、その頃には黒子の有限をお試し期間終わっているということでしょうかお忙しい中を。 申し訳ありませんが、回答の方よろしくお願いいたしますということなんですけど、まあ、結論ですね、終わってますね。まあ、結論言うと終わってます。で、トップバズはここに書いてある通り、えーえー、例えば2月、2月の売り上げですね。売り上げ。トップバズ。トップバズ。 2月の売り上げは3月の、まあこれは2日から3日、3月の2日から5日に出金申請を行うと。で、出金申請を行うと、ペーパルの方は割かし早いんですけど、まあ15からペーパルだとですね、銀行振込だとちょっと遅いんでペーパルでやった方がいいです。15日から まあ、19あたりですかね。まあ、ちょっと変動あるんですけど、まあ、これぐらいに、3月2日から5日に出勤申請して、まあ、3月の、まあ、このあたりに振り込まれるかなっていう感じ、入金があるかなと。ペーパルの場合はですね。で、あの、まあ、この質問に対してもうちょっと補足させていただくならば、あの、これはですね、ドリームアカデミアでもブックメーカーっていうのはあるんですね。まあ、鷲津さんの方で提供していただいてるんですけど、ここでもめちゃめちゃ書いてるんですね。まあ、ブックメーカーに関して。 要はその、まあ、今回そのトップバスで増やしてお金をあのトップバスで稼いで、えー、お金をブックメーカーで増やしていきましょうっていうコンセプトなんですけども何だろうな要は、うん、このノウハウとか手法をあのものにするのに時間がやっぱかかるわけですよ。うん、で鷲津さんの方でも3,900円ぐらいでやってるんですけどここでも書いてある通りまああの 3,900円を失ってしまったら生活が困るという場合はもっとベッド金額を抑えてくださいと。うん、なので、まずそのベッドになれるっていうことが大事なんですね、うん。やるべきことは何かっていうと、ブックメーカーで、ブックメーカーでお金を増やしていくために一番大切なこと。それはベッドに。 なれると。で、このベッドになれる上で、例えば最初全く初心者の状態から、例えば1万円ベッドしますっていうのは、絶対やめてください。絶対やめてください。あの、ブックメーカーっていうのは多分100円とかからいけます、確か。100円、まあ200円とか。まあ200円ぐらいからでもいけるんで、200円とか、まあ100円とか。まあちょっとその、レートがね、あの、海外のあれなんで。だから最初はこれでいいと思います。要は、その、手法をものにすればいいだけなので、 かかりますか手法をものにするっていうことが大事なので例えば100円とか200円でベットして毎月その、えー、まあ例えば鷲津さんのようにね毎日勝てるようになりましたってなれば単純に増やせばいいだけじゃないですか逆に言うとこの100円200円でベットして安定的に勝てないんであるならばダメですよねであとはその黒子の予言っていうサービスはやっぱ毎月お金がかかります、まあ、事前配信サービスで1ヶ月お試しした後お金がかかります はい、なんであのお金をかけたお金をね払ってもいいっていう場合は継続していただいてお金を払いたくないっていう場合はまずその1ヶ月の間で1ヶ月の間でしっかりとルールをこうどういうものなのかっていうベッドになれる要は事前配信してくれるのでまあそのなんだろうなうんまあ精査する必要性がないじゃないですかでもセミナーとかではどういうふうにその試合を選べばいいのかっていうね、まあ、今回の商品は商品 商品の中身は、えー、セミナーで、えー、手法を公開してくれてでこれはずっと学習できるとわかりますだから、まあ、セミナーの内容をしっかりと学習してプラスアルファで、えー、黒子の予言をの事前配信を見てあなるほどこういうふうにやってんのかなって。 で、逆に言うと、あの、なんでここをベットしたのかなっていう、まあ、その、振り返り動画とかもあるんですけども、まあ、自分でなんでこれベットしたんですかみたいな質問してみたりとか、そのセミナーで学習した手法を照らし合わせて、こうやっていくっていうのがいいんじゃないかなと。で、1ヶ月真剣に、あの、やっていけば、ある程度なれると思うんですよ。で、ある程度なれたら、もう一人立ちしてもいいだろうし、まあ、一人立ちするのが怖いっていうことだったら、あの、予言のサービスを、 えー、継続ししてもいいだろうしそこはまあ人それぞれだと思うんですけどじゃあ一生黒子の予言をねあお試しし続けまあの継続しますかって話じゃないですかあのなんだろうな一番大切なのは自分のものにするっていうことですねうん自分一人で独り立ちできるっていうのが僕はベストだと思いますじゃあ独り立ちをね、えー、するのが嫌だっていうことだったらまあそのずっと <laughs> 黒子の,の予言を鷲江さんとか黒子さんが死ぬまでずっと頼りっきりになるわけじゃないですかそれは僕はねおす,すめはしないですよ、ねうん、その依存してるだから会社の給料に依存してるのと一緒じゃない一緒ではないかなその依存してるっていうことなので,、うん、で逆に言うと逆に言うともっとこれちょっと高度な話なんですけどこれ目指すべきところはですね自分が自分がまるまる の予言サービスを展開する。まあ、これがねベストなんじゃないかなと思いますね。自分が予言サービスでやればいいんじゃないかなっていう。まあ、そのまあ僕はあのコンテンツ販売っていうところがメインでこう教えてるんですけども。なぜその鷲津さんがこういうサービスやってるのか？っていうと、そのコンテンツ販売月額サービスの一つのサービスとして展開してるんですけど、こっちの方が絶対安定するのでうん。 だからもしその、なんだろうな、自分が慣れてきたら自分がサービスを展開するっていうのが、まあビジネスをもしやるんであるならば、まあビジネスを、えー、やるという考え方がないんであるならば、もうブックメーカーのプロになって手法を自分のものにしていくと。で、そのためにやるべきことは何かっていうと、まあセミナーでこのずっと学習できるので、その無料試しが終わった後も。なので、えー、なんだ、この手法を、 を勉強しながら、しながら手法を勉強しながら、えー、クロコの予言で、えー、なんだろうな、確認するみたいな。クロコの、手法を勉強しながら、クロコの予言で、まあ、確認するっていうのがいいんじゃないかなって。あ、こんな、逆に自分も予想してあ、あったとかね。多分ね、学習の仕方としては、これがベストだと思うんですけど、セミナーで手法を、 勉強して、自分で精査して、えー、黒子の予言と、うん、自分の予言を照らし、こ、答え合わせする。これがね、多分ね、一番いい勉強かなと思いますね。一ヶ月間やることで。ベスト勉強です。ベストな勉強法。多分これが一番いいんじゃないですかね。うん。 はい、でまあ本当にあに自分のものにする要は何だろうなまあ販売者側からの視点から言うならば販売者側からの視点で言うならばですよずっと継続してもらった方がいいに決まってるんですけどもお客さんの立ち位置であの言うならば自分で独り立ちした方が良くないですかと例えばね先ほども何度もリピートになりますけれども、うん、ずっと黒子さんと鷲津さんにお金を払い続けますかっていう。 あ死ぬまでどっちがいいですかと。人に依存ずっと続けますかと。で、それは鷲津さんも黒子さんもきっとそれは望んでないと思います。うん。まあ、あの、お客さんのことを思うんだったら自分で独り立ちした方がいいだろうしただ、その、なんだ、あ黒子さんと鷲津さんもビジネスでやってますので、その、継続してもらうような努力はしています。 それはそうですね。当たり前ですよね。企業努力ですよね。それは当たり前で、その継続してもらえるような、ただその事前配信するだけではなく、その、なんだ、えー、会員さんの人がね、楽しくこう、勉強できるような環境っていうのは揃えてます。うん。はい。な感じですかね。うん、そう。まあ、あとはまあ、その、うん、まあ、100円、200円がないってことは多分ないと思うので、うん。 まあこれ、僕も、ここのドリームアカデミアでも、こう、ちゃん、もうめちゃめちゃ書いたんですよね。まあ、結局お金を使ってお金を増やす方法なんで、まあ、バーって書きました。うん。要は負けたらお金を失っちゃうわけじゃないですか。負けな、負けたらお金を失うわけですよ。負けたらお金を失います。例えば今、黒子の予言も、えー、先月は90%、80何出してます。だけど100%ではないですよ。申し訳いません。100%ではありません。 うん、100%ではないので、じゃあその10%で、例えば最初のね、黒子の予言のサービス受けてみました、その10%が最初に来た場合え、え、勝てると思ったのに、みたいなね <laughs>、うんそ、そういう風になっちゃうので、だからそれはもう本当にトータルにしっかりと考えていくっていうことが大事かなと思います。目先の お金も確かに大事かもしれないんですけど目先のお金を負うんであるならば僕はトッ,プあのトップバズを真剣にやった方がいいと思いますなぜ,なぜならばトップバズの方が収益性がその、えー、早いっていうのもありますし、えー、なんだろうないやあリスクがないってことですねそのトップバズはお金がないとお金増えないんで例えば100円で確かにね吉谷さんと吉田さん確かに、まあ、そうは言うけど100円でベッドしても儲かる金額が少ねえじゃねえかなとその通りなんですよ でもそれで逆に言うとそれで勝てないとお金増やしても一緒なんでうん100円200円でベットして毎月安定毎日安定して勝てるようにならない限りお金を増やすべきではないと僕は思いますもう一度言いますね100円200円で勝てないのに何1000円1万円でベットして勝てるのか勝てるわけがないですよねうんだから僕がおすすめするのは自分が失った もしその、その、トップバズあ、ブックメーカーを勉強していく中で、まだ慣れないっていう場合は、本当に自分が失ってもいい金額で最小ベッドでやる。もう最小ベッドでやってください。申し言いますね。これ超大事なんで、最小ベッドでやってください。もう自分が失ってもいいよという金額でやってください。で、あとは徐々に増やしていけば、慣れていけば徐々に増やしていくと。でも、やる、その手法というか、やるベッドのやり方は変わらないですから、金額が変わっても、 金額が少なくてもやることは変わらないので、うん、ですね。はい、なので、まあ、おすすめとしてはその今回お試しがついてるんですけどもこれがベストな僕は勉強方法だと思いますね。セミナーで手法を勉強して自分で精査してみて黒子の湯源とあー照らし合わせてやっていくそのことによって自分の えー、精度もかなり上がってくるのかな。要は、プロが精度して選んだ試合と、自分が初心者の状態から勉強して選んだ試合が、その、合ってたら、おお、合ってるやんってなるじゃないですか。あ、じゃあ、これでよかったんだな、っていう。で、あとはその質問とかして、なんで今日この試合選んだんですかとか。 なんでこうな僕,僕はこのし今日はまあセミナーの勉強して多分今日はこの試合がこうなるんじゃないかなと思ってこう,べこう思ったんですけどなんで黒子さんをこっち選んだんですかとか、まあ、そうなってくるとその質問の質もだいぶ変わってくるのでかなりクオリティの高い回答が返ってくると思います。わかりますなんか質,問の仕方質問の仕方もちょっと言っときますけどなんでこれを 選んだですか、まあ、これはまあ一般的な質問の仕方ですよね。一般的なまあ質問のしかでもね、稼げる人はね、質問の質も違うんですよね。じゃあ、稼げる人の質問の仕方稼げる人の質問の仕方え僕はこういった理由、 こういった〇〇の理由で、この試合を選んだんですが、なぜ黒子さんは今回の試合を選んだんですかと,とか、要は自分の思考、自分の考えを入れた上で相手の考えも聞くと。 で、自分の考えと相手の考えを照らし合わせて、えー、稼げるように、こう、考え方をシフトどんどんしていくっていうことですね。これはもう自分の考えがないんですよ。もうその受動的。わかります受動的なんですよ。うん。ただそのメルマガを見るとか、ただラインアットを見て儲かる方法を常に探してるみたいな感じなんですよね主。主体的、主体性がないんですよ。この質問っていうのは主体性があるんですよね。 わかります僕はこういった理由でこの試合を選んだんですがなぜ黒子さん今回この試合を選んだんですかってこれはね自分の考え思考が入ってるんですよで実際にあの、えー、僕のあのまあ2年僕が独立してですね2年僕が独立して一人でやってそのお客さんの中で、えー、その2年の間でね一番結果が出た人がいるんですね。えー、僕が 独立して、一人で、始め、始めて、一番結果が出たお客さん。このお客さん。まあ、コンサル生なんですけど、お客さんは、1年で6000万稼ぎました。では、なぜ六千万、6000万稼げたのかと。 これはですね、この質問の仕方なんですよ。この質問の仕方なんですね。毎回この質問の仕方でした。彼は。まあ、ランボルギーニ買ったんですけども、彼はね、毎回この質問の仕方で,ですね。吉谷さんと、僕は今こういうことやろうと思ってて、僕はこういう考え方で、こういうふうにこうなってこうやろうと思ってるんですけど、吉谷さんだったらどうしますかとか、吉谷さんだったらこの考え方でいきますかとか、わかります <laughs> そんな感じの質問なんですよ。で、彼は、 そういう質問をしてきて、まあ、1年で6,000万、まあ、僕はそれに対してアドバイスをしたんですけど、えー、コンテンツ販売で6,000万稼ぎましたね。うん、でランボルギーニも買いましたけど、うん、でも僕も何万人のお客さん対応してるんですけどこういう質問の仕方をする人は絶対うまくいきますねなぜなら自分の思考と稼いでる人の思考を照らし合わせてそれでこうあの自分の中で解釈していって自分なりにこう答えを自分なりにこう見つけていくんで主体性があるんでね でもずっとこの質問の仕方の人は成長があんまりしないですね。自分の考え方が確立できないんで。うん。そうですね。うん。はい。ということでまあまあいろいろとちょっとお話ししましたけどまあベストの勉強方法はおすすめするのはおすすめのおすすめのですね。おすすめのベストな勉強方法。 セミナー。まあセミナーはね、何度も何度もこう聞けますんで、聞いていただいて、えー、で、その中で自分で、えー、実際にその試合の精査をしてみたりとかして、黒子の予言で、えー、それと照らし合わせていくと、うん。で、自分の答えと黒子さんが予言する内容が違った場合、な、え、ん、ー、でですかとかね、あの、自分はこういう考え方でこういうふうに選んだんですけど、黒子さんはどこを見てこう選んだんですかと。 もちろんね、サービスを提供してる側なんで、全部それを公開し、しえー、はしてくれないかもしれないですけど、あの、まあ、優しいんでね、ちょいちょいは公開してくれると思いますんで、こういう質問の仕方をすると、あの、その全部はね、その全部言っちゃうと、その、なんだ、<laughs> その黒子の予言のサービスが成り立たなくなる部分もあるので、全部は言ってくれないかもしれないですけど、うん。まあ、ちょいちょいはね、あの、ヒントとかね、出してくれると思うんで、まあ、そういうふうに質問してみてはいかがでしょうか。 まあということで、まあ今回ですね、TV 投資の、えー、っていうコンセプトで商品の方を販売させていただいたんですけど、すでに購入していただいた方からご質問いただいたので回答させていただきました。あとですね、商品の受け渡しは1月30日の15時以降、一斉にメールの方でご案内させていただきますので、今しばらくお待ちいただければなと思います。はい。ではですね、これで終わります。ありがとうございました。